早く。冷静沈着。これが高貴なお方のお姿かね。雷が怖いなんて可愛いじゃん。そうか。それよりある、やっぱりあの馬夕べこの村を通ったみたいだよ。え、ちょっと気をつけた方がいいよ。まさか。お、ニーナ、ある。お、だんだん化けの皮が剥がれてきたみたい。信じられないっぽ。どういうことだ。アロアロ、アロアロ。アル、乗って。お、待て、アロアロ。こういう場合追わん方がいいんじゃ。アル、何事も経験じゃ。何考えているのか突き止めてやる。見失うな、プ。おめをこき使いやがって。捕まって。アロアロアロアレ。おい、アロアロ、なんで逃げるんだよ。周りの皆さんに聞いてみるのね。周り？うわ、また会えたね、青い坊やたち。坊ちゃん、どうもおかしいと思ったらグルだったわけか。気づくのが遅かったよね。遅くない。おりゃー、ファイヤーアロー、今だ。どうしました、アル、君の力はほぼそんなもの。おや、ん、ぬるいわよ。ひかー、ゴロゴロゴロ。あ、雷。アロアロ、よく聞け、雑多団。一歩でも動いたらアロアロはただじゃ浮かないぞ。落ち着く、よろしい、話せばわかる。話してわからないから戦ってるんじゃないのか。オールもたまにはやるじゃないの。本気出せばこんなもんさ。さあ、俺たちと一緒に来てもらおうか。お前たち、アロアロ。ちょっと見るとこれだった。どこなんだここは。目隠しを取っておやり。ここは迷宮牢といって、入れられて出た者は一人しかいないところだ。一人？このアロアロ様よ。子供の時お仕置きに入れたら半日経ってひょっこり出てきた。偶然だろうがね。このバカ息子が出られて私たちに出られないことはないよ。バカ息子、違う。本当のこと言われて怒るんじゃないよ。まあせいぜい迷路遊びを楽しむんだね。うわー、落ちます落ちます。何やってんだ、見張りならいらないよ。あの連中が出られるわけないからね。でも念のため。お黙り、お前に何ができると言うんだ。アロハイヤー、ダメだ、魔法が効かない。でも入ったということは出られるってことだ。下手に動いて迷子になっても知らないよ。じっとしていても出られないぞ。出られなかったらモグラになっちゃう。ブー、油断するな、ニーナ。待って、アロアロ、あなたたちと取引に来たわ。もしかして、もしかしてこっから出してくれるっていう。
アルを仲間に入れるならね。あんたが仲間だって？アルはママに愛想が尽きたわ。その点アルは違う。あの時その気になればアルを倒すこともできたけど、アルはしなかった。それに引き換えママンはアロを見殺しにしようとしたわ。いくら義理の息子とはいえ、あんまりの仕打ちだと思わない？思うぷ。でもイカ様の塊みたいなあんたを仲間にするなんてね。ここから出たくないの、あなたたち。よし、仲間にしよう。さすがはある、話がわかる。うわぁ、くっつくわよ。苦しまいわよ。苦しそうだっぷ。さあ、大船に乗ったつもりでアロについてくるのよ。ここをこうして。こんなところに簡単な仕掛けがあったのか。一見複雑なものほど単純なのよ。これで助かったっぷ。見て、あの朝日の向こうに幸せの世界樹が待ってるのよ。ねえ、大丈夫なの？あんなの仲間に入れて。ダメそうっぷ。いざとなれば俺もいる。それも不安なんだよね。いざ世界樹の元へ。この番組は簡単楽しいオンラインゲームのネクソンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。